でやん、そのウォーキングで思い出したんですよね。今、こういう状況でね、これやめとくからどうしよう。面白いかな。僕がね、ランニングとウォーキングを進める理由はね、それは足腰を鍛えた方がいいっていうのが一つなんですね。やっぱおじいちゃんおばあちゃんになった時に、やっぱり体強い人ってやっぱね、足腰強いんですよ。で、僕がマラソンとかウォーキングとかの大会に出てね、もうたくさんすごい人に会ったんですけど、まあびっくりした話をしたかったんですよ。昭和生まれの60代と80代の人の強さ。だからほら、なんかトゲ抜き地蔵とかに人、おじいちゃんとかおばあちゃんとか集まってコロナあんまり気にしてないみたいなあるじゃないですか。自分ら一番危ないのに集まってるっていうのがさ、なんでかっつったらね、めちゃめちゃ強いんですよ、この年代の人たち。なんで俺はそれを言えるかっていうと、マラソン大会とか、ウォーキング大会でもうびっくりするおじいちゃんおばあちゃんに何人も会ってるんですよ。もうすごいですよ。そんな話をしたかった。まあまあ、聞かない人は聞かなくて大丈夫ですよ。ウォーキング大会100キロ、マラソンめちゃめちゃ走ってたね、当時ね。で、もう大会がなくなってきて、4月ぐらいで大体全部終わるんですよ。で、もうなんかまだ走り足らんぞみたいなね、年間何本走ったかな。結構大会出てたんですね。で、パーって見てたら、ウォーキング大会がまだやってるってことに気づいて、あ、ウォーキング大会 やってるんだと思ってね、100キロウォーキングに僕最初登録したんですよ。もうクソ舐めて出たんですよ、クソ舐めて。どんなきつくても歩くやろうと思って、100キロやろうと思ってね、何年前かな、2010年ぐらいか、だから10年ぐらい前に出たんですよ。友達5人ぐらい引き連れてね。で、いやもう楽勝やろうと思って行ったら、まあとんでもないぐらいきつい。あのね、マラソンってさ、言うてよ、6時間制限とかぐらいなんですよ。要するに 42.195 キロを6時間、どんなに長くても6時間で終わるんですよ。言うてだからリタイアしようが何しようが6時間で終わるんですよ。まあ早い人は2時間半ぐらいで終わるんですけど、で僕その時4時間ぐらいやったんかな、確か4時間半とか4時間ちょっとぐらいで走ってたんですよ。で100キロウォーキング出ようって話になって、でもう全然なめプーで出たんですよ。たら制限時間27時間やったんですよ。27時間、いやー余裕やろうと。でその時も結構猛者連れて行ったんですよね、100キロウォーキングに。そしたらもうとんでもないぐらいきついと、歩くってこんなにきついんかっていうぐらい。まず何がきついかっていうと、10キロ歩くのに、だいたい走ったら1時間で終わるのが2時間ですよね。2時間かかるんですよ。たった10キロが2時間かかるんですよ、普通に。でもう一つは27時間制限で、結局俺その時もうめちゃくちゃ無理して結局完歩するんですけど、24時間ですよかかった。信じられんでしょ、24時間体を動かし続けるきつさ。もうびっくりするがきつかったんですよ。もう途中何回も心折れて、もうやめようって思ったんですけど、もうちょっとで、でもう周り全員リタイアしたんですよ。もうマラソン3時間で走るやつとか行ってたんですよ。それでも全部リタイアしていったんですよ。で俺親分で行ってたから、もうやめられへんと思って、向きなって、結果24時間後にゴールするんですけど、ダメージも凄まじくて、結局1ヶ月ぐらい歩けなかったんですよ、足壊してもて。これ本当の話ですよ。でそこでちょっとこの思い出したのが、60代80代もうコロナにも打ち勝つんじゃないかっていうぐらいのストロングさの昭和生まれの人たちなんですけど、もう途中でさ、もう俺ほんまにクワッて歩いとってもね、もう80代のおじいちゃんとか60代のおじいちゃん、スタスタスタってもう余裕で抜いていくんですよね。いや、で、その話じゃなくて、その途中で会うた、多分60代ぐらいのおばあちゃんが、僕80キロ地点で会うたおばあちゃんの話なんですけど、60代おばあちゃんって言わんかな、60か70ぐらい、結構おばあちゃんだと思うんですけど、
80キロ地点で俺もうこうし歩いとったらもう本当ですよ、こんな状態、腰曲がってて、こんぐらい曲がってるんです、90度ぐらい映ってない、90度ぐらい曲がってこんな感じで歩いてる、こんな感じですよ。おばあちゃんに遭遇したんですね、俺ね、うん、何の話してるかわからんでしょ本当ですよ、もう腰90度ぐらいですよ、でこうし歩いてるんですよ、もう絶対無理やん、もうどう見ておばあちゃんも無理やんって感じで、おばあちゃんで話しかけたんですよね。ウォーキング話しかけやすいんです、走ってたらほらランニングしてるのにわーって話しかけたらぜー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 言っても無理やけど、ウォーキングなんで話しかけたんですよね、おばあちゃんに。そしたら大丈夫ですかって聞いたら、いや大丈夫ですって、もう大丈夫じゃないやんみたいな感じやん大丈夫です、いや大丈夫じゃないって、おばあちゃんもこれ呼ぼうって、車呼ぼうって、ウォーキングはほらなんちゅうかな、コースただ普通の道なんで、もうその決まってるんですけど、絶対信号無視したらいかんとか決まってて、歩道は歩かないかんとか全部決まってるんですね。で歩いてらっしゃって、もう呼ぶしかないんですよ、その人をちょっと助けに来てくれって、携帯番号も教わってるんですよね。でおばあちゃん呼ぶよって言うたら、いや大丈夫ですって言うわけですよ。いやいやおばあちゃんも大丈夫じゃないって、絶対無理無理無理って言ったら、もういや大丈夫です大丈夫ですって言うわけですよね。ちょっと並走して歩いていったんですけど、途中で俺24時間で絶対切ろうと思ってたんで、もうちょっとおばちゃんさっき行くよって、でもおばちゃん本当無理したらいかんよって、もう途中みんなこうね言うていくわけですよね。でもおばちゃんもう固くなに歩くんですよね。でもうしゃあないから僕行ったんですよ、もうバーって。でギリギリ23時間50何分で歩き切って、さっき言った通りゴールしてイエーイってなって、まあ足歩かれへんぐらいになったんですよね。でその後に大事件が起きたんですけど、まあそれはもうちょっと言われへんから置いといてゴールした後に大事件が起こって、わーってなって戻ってきたんですね、その会場に。で27時間でもう終わるわって、もう制限時間やと思ったら、にもうほんと残りね15分ぐらいの時に、このおばあちゃんが歩いてきたんすよね、ゴールに俺も感動して、なん時もう涙止まらないってやつ、おばあちゃんもうみんなわーってえ、何の話してんのかな俺俺あん時に、これ本当にね、おじいちゃんおばあちゃんの強さみたいなのをね知ったんですよね。もうこの過酷な100キロウォーキングを心諦めずにね、絶対心折れずに歩き切ったあのおばあちゃんのねスピリッツ、俺未だに忘れられへん、本当に。あ、何の話だからね、コロナごときでね、やっぱね負けないんですよね。だからその時もいろんなこと教わったんですけど、20代ぐらいの若い子とかね、グループで来てたんですよね。でバーってスタスタスタって5人ぐらいでわーって歩いていくんですけど、もう 100% ほとんどリタイアですよ、ほとんどリタイア、若い子ほとんどリタイア、もう多分完歩率が 40% ぐらいなんですよ、40% 切ってたかな、 40% ぐらい。100人いったら40人しか完歩できないんですよ、もうほんときついんですよマジで。だってマラソンなんか完歩率90何%ですよ、マラソンの完走率って大体 40% しかないんですよ。その中でおじいちゃんおばあちゃんの完走率ってめちゃめちゃ高いんですよね。もう靴なんかも舐めた靴ですよ、おばあちゃんの履いてる、そこら辺のなんかホームセンターで売ってるような靴、俺らはもうなんやアディダスのなんちゃらやとかさ、なんちゃらかんちゃらとかあるわけですよね、高いやつ、それ履いてんですよ。でおじいちゃんお前はもうほんと普通のねなんか肩甲骨みたいな履いてね、スタスタスタ、だから俺昭和生まれの人強いなっていう話なんですけどね、ただそれだけでそんな話いっぱいあるんですよ、もうウォーキング今までいっぱい出たんですけど、でそっからハマったんですよウォーキングに。こんなきつくてね、こんなないわと思って、だからぜひ皆さんにね、いつか100キロウォーキング出てほしい、もう人生すべて詰まってますから夜中もうずっと何も考えずにずっと歩くってあります？もう自分のことってもうかやることないから考えるしかないんですよ、ずっと振り返ったりさ、夜中さ真っ暗の中さずっと歩くとひた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 って、もう一緒に歩いてるやつなんか誰も喋らんんですよ、きつくて誰も一切何も喋らない。最初だけ1時間ぐらい喋ってんの、もうだんだんみんなバラバラになってきて、もう全然喋らずずーっと夜中ずーっ
タルクと。もうこれがめちゃくちゃいい、うん、めちゃくちゃいい。ウォーキングはほんとすごいね、あの人間のね人生のすべてがねこうギューって凝縮されたことなんで、ぜひね100キロウォーキング出てほしい皆さんにという話でした。はい。めっちゃ興奮して言うてるけど何のオチもなかったね、ごめんなさい。もう俺あんまり見られてないのが嬉しいんですよ、本当の話。もう 見る必要ないんでですね、うん、あのもう自分の自己満なんでね、はい。あのいつかね、ちょっとコロナが収まったら皆さん100キロウォーキング行きません、みんなで。こう九州の人どっか大会みんなで集まって、うん、一緒に歩きましょう。僕も久しぶり出たくなって、今話しとって、最近ここ3年ぐらい出てないんですよね、仕事でね、ちょっと余裕作ってまた出たいなと思ってますんで、はい。ってことでもう俺もすげえストロングなジジイになりたいんで。ってことでした。はい。あと全自動ジャンタクは麻雀明日話します。麻雀長かったね、すいません。ってことでコロナはねやっぱね大変ですけど、皆さんでもぶっ潰していきましょう。ってことで一日一緒ってことで、60代から80代のストロングなおじいちゃんおばあちゃんに負けずね、僕もねストロングなジジイ目指して頑張っていきたいなと思う山田店長でした。ってことですんごい長い話すいません。いえ、あのおばあちゃん元気かな。元気やろうな。